笑顔、笑顔、笑顔。ガンダムゴーグルかけてみ。いやいや、絶対触りたくない。これもガンダムゴーグルめっちゃ強なれるで。絶対汚い。でもなんか初めて来る駅って感じはするな。めっちゃいい感じのお店なのにな。かわいい。たまたま休みなのこれ。休みなの。完売って書いてある。完売って書いてあったよね。でも まだ12時やで。じゃあ1時やで。いやすげえ人気とは聞いてたのに。6時からやってるから。ああ、なるほどね。しかも2時までって書いてある。やってくれそうか、すごい安いから。
ちゃうのよね。実は今篠石寺この辺りの町のアンケートを今練馬区役所なんですけどやってて、ちょっとお答えいただいたらこういうのを差し上げることができるんですけど。初めて来たんですか。全然大丈夫。あ、大丈夫ですか。はい、あの、まあ、練馬のくんゲットだぜって。これ何が入ってんの。練馬くんのトートバッグに、お、水、ええやん、もう今すぐ飲みたい。綿棒とか。ああ、なるほど、災害グッズみたいな。クラッカー。へえ。災害グッズ。多分この水保存用の水やと思う。何年いけますみたいな。初めての視聴者プレゼントになるこれ。6年ほど。いやいいやん、この練馬くん。客気に入ったね。かわいい。なんかでもラグビーの選手が考えた考案したメニューがあるみたいなことが書いてあった気がするけど。しかもこれ見てみ、よく見たらラグビーやで。え、これ売ってんのこれ。値段書いてない。でかいな。こうか。しまった。せや。これはなかなかよ。ギャル曽根も、ギャル曽根のけど。せやな、あの番組のやつみたいな。デザートゲット。すごいな、それは。これで。えらい。これめっちゃ取らない。チャンネル登録しちゃうのよね。
かったね。ありがとう。はい、どうも。もう通り過ぎてんじゃん。なんか風情あるやん、なんか。風情しかない。風情しかない。なんか、ほら、はい。オッケーで、あ、いける、あ、これ缶なんこれ。いや、缶じゃないやつがいい。このチケットを使うでアークエリア。へい、来たほら、やばい、やばいでしょ。味も、味も美味しいから、心なしか一回も自販機に触れてないのに出てきたでやばいのこれ、これやばいやろこれ。何かは分からへんけど、
テアート的なものないんだ。そんなんで勝負してないから登録しちゃうのよね。